しょう。はい、ちょっと学者の中をね探検してみました。なんか映画のロケ地になってるみたいですね。まあ今日は鹿角市の中滝ふるさと学者というキャンプ場に来ています。ちょっと日中暑くて虫多かったんですけど、だいぶ今涼しくなって虫いなくなりましたね。さて薪割りをしようか、それとも先に温泉行こうか迷ってるんですけど、どっちでしようかな。とってもいい湯でした。こういう温泉いいですね。これリモコン付きの明かりなんですよ。ポストジェネラルってとこの電球なんですけど、2800円くらいなんで、でリモコン付きでかなりいいっすよね。2つ買いましたね。
はい、今日は鶏そぼろ丼です。早速いただこうと思います。洗い物も終わってゆっくりですね。ただいまの気温は 6.6 度です、ね、結構寒いんですよ。日中は20度くらいあったんですけど、夜はまだ冷えますね。おやつもいっぱい買ってきました。あとみたらし団子とあの豚のバラ肉で肉巻きみたらし団子ですか、最近流行ってるやつ、それやろうと思ったんですけど、めんどくさいんでやめました。団子だけ食べよう。ただいまの気温は 3.8 度です。5月なのに3度台って、もう息白いっすもんね。見えない。今日の豆は成城石井のスペシャルブレンドです。すげえ、なんかヤブカみたいなのが、
では成城石井のスペシャルブレンドいただきます。